なんてこった。おいおい、俺はこんな臆病者だったっけ。動け動け。おい、何よ、何の用っていうか誰よあんた。私は知らない男からおいなんて呼ばれる覚えは全くないわ。ナンパなら他を当たってちょうだい。お前とも初めましてになるのか。そのようですね。どちら様でしたでしょうか。ここでもお前は転校生なのか。転校してきたのは春頃ですけど、なぜそれを。機関という組織に思い当たることはないか。機関ですか。どういう字を当てるのでしょう。春日。誰に断って私を呼び捨てにするわけ。何なのよあんた。そこどいてよ、邪魔なんだから。鈴宮。ちょっと、名字だってお断りよ。大体なんで私の名前知ってるのよ。帰宅よね、その制服。なんでこんなとこにいんのよ。行きましょう小泉くん。はい。ちょっと、春日。しつこいわね。鈴宮さん。行きましょう小泉くん。はい。待て君。あ、何やってるの。どこの生徒さん。北高かな。いや、くそ。ちょっと、ほら、待ってくれ春日。一つだけ教えてくれ。3年前の七夕を覚えているか。あの日お前は校庭に白線で絵を描いたよな。だからどうだって言うのよ。そんなの誰だって知ってるわ。夜の学校に忍び込んだのはお前だけじゃなかったはずだ。その時朝日奈、女の子を背負った男が一緒だっただろう。お前はそいつと絵文字を描いた。その内容は多分、私はここにいる。さあ、もういいかな。ちょっと、あ、こら、暴れるな。あの、鈴宮さん。は、春。いってえな。なんで？どうして知ってるのよ。一体誰に聞いて。いや、私あのことは誰にも言ってない。あの時の北子。あんた名前は。ジョン・スミス。ジョン・スミス。あんたがあのジョンだっていうの。あの時あれを手伝ってくれた変な高校生。鈴宮さん。おい、誰か先生を呼んできてくれ。ああ大丈夫ですか。繋がった。そうだ、俺はとうとう手がかりを見つけることができたんだ。おかしくなっちまった世界でたった一人過去の記憶を共有している人間を。